UTMF にはどうやって参加するの？どうすれば参加できるのか？そんな質問をブログ、YouTube の読者からあったので、この動画で紹介していきます。はい、日本最高峰のトレイルランニングの大会、ウルトラトレイルマウント富士、略して UTMF。この大会にはどうやったら参加できるのか、それは参加資格のところに書いてあります。 UTMF は3レースで10ポイント以上、回は2レースで3ポイント以上獲得すること。このポイントというのは ITRA という組織が各大会ごとに認定したポイントになっています。なので、この認定されているポイントをこの条件下で獲得することによって出走できるようになります。UTMF なら、このエントリー開始前2年間で国際トレイルランニング協会、略して ITRA の大会でポイントを取ればいいのです。そして最低1レースはエントリー開始前1年内に、完走していること。要するに2年間でポイントを獲得すれば良いけど、そのうちの1レースは直近1年以内であることということになっています。そしてこのポイントというのは、ではどの大会で何ポイントもらえるのかというのは各大会のホームページに書いてあります。だいたい100キロぐらいだと5ポイント、70キロ、80キロぐらいだと3ポイントか4ポイント、50キロクラスだと2ポイントか3ポイントか、それは距離数ではなくて累積標高とかも踏まえて決定されるので一概には言えないです。なので各ホームページ、自分が出走する大会のホームページを見るのが一番です。例えば志賀高原エクストリームトレイル、これはもうホームページ見て一発ですね。 ITRA 認定3ポイントって書いてあるので、ロングコースを完走すると ITRA の3ポイントがもらえるということになります。で、この3ポイントなので、この志賀高原エクストリームトレイルを完走すれば回69に出走できるということになります。で、こんな感じで UTMF 目指してポイントを貯めるようになります。例えば広島湾岸トレイル、ここにも書いてありますね。 ITRA 5ポイントと書いてあるので、これを完走すると、まあ、UTMF の必要なポイント半分が手に入るということですね。これは同じ大会でも OK です。例えば去年出た大会と今年出た大会でポイントを得る、そういうことも可能ですね。なのでこのように自分が出る大会のホームページを見て確認するのが確実ですね。なので、まあざっくり言うと100キロクラスの大会を2つ完走すると UTMF に出られるようになります。これで10ポイントですからね。ただ悪天候で距離が短くなったりコース変更されるとポイント数も減ってしまうので、そこは要注意です。なので10ポイントきっちり取るのではなくて、
少し余裕を持って大会を設定しておくといいですね。まあ、年間計画とか人によっては立てるんですけど、まあ、私なんかも年間計画で大会に出るんですけども、やや10ポイント以上取れるように設定しておいた方がいいです。で、大会に出走するのははっきり言って簡単です。ポイントを集めるのは簡単なんですが、ほとんどの人は UTM に出るということは完走するのを目的にしているはずなんで、出走するのと完走するのは全く別物です。出走してから完走できるかもと思う気持ちはわかるんですけれども、やっぱりそこは全くの別物なんで、例えば100キロ以上のコースを体験してないけれども出走する、まあチャレンジするのはいいですけれども、それと完走するのは全く別の話なんで、まあ、金額も2022年の場合は4万円発生するんで、参加して、1年で参加して自己満足するのか、それとも完走を本気で目指すのか、大事なので何度も言うけれども、参加すると完走するのでは全く別の話なんで、ポイントを貯めて参加したというだけでは完走には程遠いです。こんな100キロの以上の大会をあんまり体験しない状態で挑んでも、まあ撃沈しますね。なので完走するのであればポイント動向よりも100キロ以上のコースを何レースも体験しておきましょう。そしてさらに、ポイントがあれば出られると思っている人には、まあ残念な話なんですけれども、ポイントがあるだけでは参加できないんですね。UTMF には参加するには、ポイントを貯めた上で抽選があるんです。この抽選に当選すると晴れて参加できるようになります。なので指定の期間内にポイントを貯めて、それで抽選をして当選すると UTMF に出られる。2段階ですね、ポイントと抽選、この2段階を突破して初めて出られるようになります。で、最後に重要なのでまた言いますが、UTMF に参加するのと完走するのでは全く別の話です。ただ自己満足で参加するだけならまあいいですけど、本当に完走しようと思うのであれば、100キロ以上の大会を、まあ、いくつも完走しておくのをお勧めします。以上、UTMF に参加する方法でした。チャンネル登録、あとはトレイルランニング大学のプログラムをよろしく。